はい、どうもよろしくお願いします。今回の動画は最強3飯おすすめ起用法ということでやっていこうと思います。まずこちらの代表飯、この代表飯は一番右ウィングでの起用がおすすめだったね。やっぱりこのフィジカルがね、強いのがマジででかくて、より前線の前目の位置で使うことによって相手を抱えながらねチャンスを呼ぶことができるんで、この位置がおすすめだね。トップ下とかも使ったんだけど、トップ下で使うなら若メッシ、神の子メッシ、この二人の方がより強さが出るんで、このメッシ使うならサイドでの無印起用だね。ちなみにガチスカで今使ってるのは代表メッシです。で続いてこちらの若メッシ、若メッシは無印オムフか無印セカンドトップがおすすめかな。結構左のセカンドトップも使いやすくて面白かったんで、そっちもおすすめかな。スピシュン90後半育成でやってるんだけど、他のメッシと違って一回一回のタッチがギュインギュインって感じでドリブルしやすいんで、まあドリブラー、まあ、こういうビッグタイムネイマールとか好きな方は若メッシサイド起用がおすすめかな。で最後はこの神の子メッシ、まあ、このメッシ使うのがやっぱセンターフォワードかな。逆足進路精度最高っていうのもあるし、このキック力に加えて決定力もねしっかり90超えてくるんで、やっぱり前線トップで使いたい能力になってるね。ただ逆足セル最高でグラパも90乗ってくるんで、トップした起用もおすすめなんだけど、よりね強さを出していくならセンターフォワードの起用がおすすめです。言ってもね、センターフォワードはやっぱライブレとか他の強い選手もいるんで、スカットに残っていくのはやっぱこの代表メッシなのかなと個人的には思ってます。まあ何回も言うんだけど、どのメッシもぶっ壊れ級に強いんで、まあ、誰か一人当たった方は、今回ね、紹介した起用法で試してみてください。プレイ動画まとまったら、それぞれのメッシのプレイ集なんかも動画出していくんで、ぜひチャンネル登録、高評価してお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。